ジェイ・キャンベル・ビューナーは、アメリカ合衆国、ケンタッキー州、ルイビル出身の元プロ野球選手。現役時代は主に、シアトル・マリナーズで活躍した。愛称は、ボーン。メジャー屈指の強権で知られたビューナーが主な、守備位置としていた。シアトルの右翼は、ボーン・ヤードと呼ばれていた。マクレナンコミュニティカレッジ卒業。 1983年の MLB ドラフトでアトランタブレーブスから9巡目指名されるがサインをせず、翌1984年の MLB ドラフトでピッツバーグパイレーツに2巡目指名され、プロ入り。間もなくニューヨークヤンキースへトレードされ、1987年9月11日にメジャーデビューを果たす。1988年シーズン途中、 トレードでシアトルマリナーズに移籍した。1993年マリナーズの選手としては初となるサイクルヒットを記録。1995年から3年連続で40本以上の本塁打を記録するなど活躍した。2001年故障の影響でほとんど出場することができず同年に現役引退。2004年 マリナーズのチーム殿堂入りを果たし、ビューナーのつけていた背番号19は永久欠番に準ずる扱いとなった。マリナーズ在籍中の三三1375は球団記録である。スキンヘッドでコア表のビューナーだったが、地元シアトルでは大きな人気を誇った。熱血的な気質で九百九十年代のマリナーズ時代にはリーダーシップを発揮して、 チームメイトを率いた。ジョン・オルルドは、ビューナーについて、誰かが落ち込んでいたら、彼はいつもそばにいて励ますと語っている。ビューナーの現役当時のマリーナーズでは、J ・ビューナーと、坊主頭の夕べというイベントがしばしば催された。ビューナーと同じ坊主頭のファンは、入場無料になり、坊主頭ではないファンもビューナーにじきじきに。 坊主はたまにしてもらえるというユニークな企画であった。ありがとうございます。